引き続き県政に対する一般質問を行います。まず小梶成也君の発言を許します。小梶成也君。新潟市東区選出、自由民主党小梶成也と申します。通告に従いまして順次質問をさせていただきます。まずはじめに高齢者福祉についてお伺いいたします。全国老人福祉施設協議会の調査によれば、令和4年度全国特別養護老人ホーム介護老人福祉施設は約5割が単年度赤字決算となりました。このままでは地域から福祉施設が消えてしまう危険性があると危惧します。また全国のデイサービスセンターにおけるサービス活動収益対経営増減差額比率の状況では、令和元年度が 3.5% から令和2年度 0.6%、 令和3年度マイナス 1.2%、 令和4年度はマイナス 5.0% となりました。私は県内のデイサービスセンターに訪問調査をいたしました。近年は新型コロナウイルス感染症の影響で、感染予防対策に全てを集中し、利用者様には安心と安全な施設として利用いただくことに注力する運営となりました。特にケアマネージャーに対する営業活動などは人手不足も重なり手が回らなく、新規利用者の契約件数が伸び悩んでいるそうです。新型コロナウイルスは5類感染症に移行となりましたが、いまだに業界内の緊張感は変わることなく、感染予防対策を継続しております。合わせて物価の高騰も重なり、大変厳しい運営状況となっているそうです。この度の介護報酬改定率は 1.59% プラス改定と公表され、令和6年4月に施行が予定されておりますが、他の産業と比較しても介護従事者の平均所得は低く、特に賞与の支給額に差があると思います。高齢化社会において地域の福祉を支えていくためには、介護職員の処遇を改善し人材を確保していくことが必要であり、県として支援を検討するべきと考えますが、知事のご所見を伺います。次に、認知症は誰もが発症する可能性があります。国は認知症施策推進総合戦略新オレンジプランを掲げて、7つの柱を総合的に推進し、地域包括ケアシステムの実現を目指しております。高齢化社会において認知症の発症数は増加しており、症状は主にアルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型の認知症の4種類に分けられます。本県の認知症高齢者数は全国同様に増加傾向であり、認知症を発症したことで介護が必要となるケースが多くなっております。認知症予防は早期の対応と継続的な対応が重要であり、個人団体企業の意識向上が必要であります。イギリスでは生活習慣の改善などによって75歳以上の高齢者に占める認知症の割合が減少したというデータが発表されております。県として県民全体の生活習慣の改善を掲げて、健康立県プロモーション事業のさらなる強化を図るべきと考えますが、知事のご所見を伺います。次に、能登半島地震により被災をされた60歳以上で自炊ができない程度の身体機能の低下が認められる方に対する緊急受け入れ先としても個人的には有効と考える経費老人ホームがあります。私は県内の施設に訪問や問い合わせ調査をいたしました。2人部屋の空き室があり、待機者がいない、一般に向けた広報が不足し、経費老人ホームの認知度が広く理解をされていないなどといったお話を伺いました。県内にケアハウスは59施設、経費老人ホーム A 型は3施設あり、令和6年2月1日現在で単身部屋が62室、2人部屋では15室の空室があります。
今後一層介護が必要となる方が増加する中、県としてこうした施設を積極的に周知していくことが必要であると考えますが、所見を伺います。次に新潟ブランド力向上についてお伺いします。県は新たに新潟アンテナショップとして銀座新潟情報館ザ新潟の開館を予定しております。表参道新潟館ネスパスの運営経験を生かし、新たな新潟を国内外に発信していくべきと考えますが、今後の運営方針について知事の所見をお伺いいたします。新潟県には代表的なお米とお酒に加えて魅力ある高品質のおいしいものがあふれています。昨年県が実施した新潟おいしいもの総選挙においては、投票総数1万56票のご協力をいただき、各部門の結果が発表され、それぞれの1位としては、大切な人に贈りたい部門ルレクチェ、自分へのご褒美部門新潟和牛、新潟といえばこれ部門新潟県産枝豆が選ばれました。まずは1位となった品目を新潟ブランドとして確立する必要があると思います。高級感の打ち出しや背景、魅力、食べ方の効果的な紹介など、各品目についてブランドとしての磨きをかけていく必要があると考えますが、今後どのようにブランドを育て世の中に送り出していくのか、知事のご所見を伺います。新潟は何度訪れても四季を通じた魅力の変化があります。こうしたたくさんある魅力を伝えていく広報は重要です。特に世界中からの誘客を引きつけるようなストーリー性と新たなスポットの掘り起こしが必要と考えます。県では新潟県戦略的広報基本方針に基づき広報活動を実施していることは承知しておりますが、一方他県と比較した場合、くどい広報、刺さる広報の観点からはやや押し出し感覚が弱いと感じることがあります。多くのより多くの方に本県に関心を持ってもらうために、より攻める広報を展開していく必要があると考えますが、知事のご所見を伺います。昨年11月福井県を私は視察し、北陸新幹線福井敦賀の開業に向けて行政民間等がさまざまな場面で県内観光と絡めた広報を実施しているのを目にしました。福井駅前には動くなく巨大な恐竜模型が設置され、また新幹線の開業に向けた PR キャッチコピー、地味にすごい福井とロゴマークを決定し活用することで機運醸成を図っているように感じました。こうした他県の取り組みに見られるように、新潟県の玄関としての役割を持つ新潟駅や新潟航空などにおける観光情報の情報発信は重要であると思います。また他県では県庁舎において観光情報を積極的に広報している例も見受けられます。こうした施設において子どもから大人まで新潟県の強みや売りを印象付けるような観光情報に関する広報の打ち出しが必要と思いますが、所見をお伺いするとともに今後の取り組みについて伺います。新潟と北海道との交流拡大として新たな期待を担い、トキエアが本年1月31日に就航しました。2月16日札幌を視察として私は搭乗させていただきました。安定した飛行と関係者の皆様がワンチームとなり、顧客を満足させたい思いを感じました。丘珠空港は積雪や吹雪となることは予想されますが、滑走路の除雪対応や誘導も的確でありました。トキエは新潟と札幌が約100分でつながる直行便であり、北海道民514万人に対して新潟の魅力を発信し来県をつなげる絶好の機会であると考えます。アンテナショップも設置も一つのアイデアとあるとは考えますが、北海道からの人口交流の拡大に向けてどう対応していくのか、知事のご所見を伺います。長年に受け継がれてきた
伝統工芸品には経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品があり、区別をされております。伝統的工芸品は厳しい要件の定めがあります。主として県民の日常生活のように供されるものであること、製造工程の主要部分が手工業的であること、伝統的技術技法により製造されること、伝統的に使用されてきた原材料が主たる原造料として用いられ製造されるものであること、一定の地域で地産形成がなされていることです。伝統商種となる伝統マークは、地産組合が実施する検査に合格した伝統的工芸品だけにあることができます。本県で指定されている伝統的工芸品は、織物、漆器、仏壇、木工品、金工品の5つの分野があります。主な生産地としては、村上市、新潟市、加茂市、燕市、三条市、長岡市、小千谷市、十日町、南魚沼市があり、こうした産地を中心に伝統は継承されておりますが、後継者不足に対する心配があります。生産者のある職人さんから現状を伺えば、弟子を迎え指導することはできるが、売上減少による未来将来への不安があり、弟子には同じ思いをさせたくない等の気持ちが生じ、自分の代で廃業を考えているなどと伺いました。物を作る技術は巧みであっても、営業活動は苦手な印象を受けました。東京都港区赤坂には、全国の伝統的工芸品に出会える伝統工芸品青山スクエアにおいて、2月の店内イベントでは加茂切りダンス展が開催されました。そこで各生産地の伝統的工芸品、伝統工芸品が先細りをしている現状から脱却し、伝統を継承し維持できるような新潟県として支援の強化が必要と考えます。本県は法律に基づき、国から指定された伝統的工芸品の数が東京都、京都府に次ぐ全国で3番目の産地となっております。厳しい要件をクリアし、ブランド力がある伝統的工芸品の振興を図るため、県として支援を強化していくべきと考えますが、知事のご所見を伺います。伝統工芸品に関して、県は令和4年1月に新潟県伝統工芸品制度を創設しています。今後指定された工芸品をどのように活用していくのか伺うとともに、県庁での活用や職員皆様への活用の周知を積極的に行ってみてはと思いますが、所見を伺います。次に、公立学校の学校給食についてお伺いいたします。本県の公立学校の給食において、令和元年では金額ベースで国産食材の使用割合が全国平均を 4.6 ポイント上回っていましたが、令和4年度では 0.2 ポイント下回る結果となっています。物価や光熱費などが高騰する中、予算は限られており、輸入品の使用が増加傾向にあると聞いております。新鮮な食材をできる限り子どもたちに食べてもらうため、学校給食において国産食材を積極的に活用していくべきと考えますが、所見を伺います。公立小中学校での学校給食は子どもたちの楽しみの一つであり、大切な成長を支えています。食の専門職である栄養教諭が子どもたちの身近な存在になれることは重要であります。食の大切さや個別指導広報などを通じた地域や家庭への衛生管理や食に関する指導など、情報の発信、教職員、調理員との連携協働の必要性が増しております。加えて、学校給食においてアレルギー対応を含む個別管理対応が求められる中で、栄養教諭の協力体制が不可欠であります。県は栄養教諭の配置拡充に努めていることは承知しておりますが、さらなる体制の強化に向け増員をする必要があると考えますが、所見を伺います。公立学校のすべてに
栄養教諭を配置することが理想でありますが、現状は児童数などにより複数の学校を兼務する場合があると承知しております。昨年上越市においてアレルギー物質を含む食材を食べたことにより児童が緊急搬送された事故がありました。栄養教諭が不在時もこうした事故に対して適切な対応が可能となるような体制整備が必要と考えますが、所見を伺います。1954年に制定をされた学校給食法により提供されている学校給食において牛乳は成長期に必要な栄養素を含みカルシウム、タンパク質が豊富で骨の健康を保つ効果ができ、栄養の源となる給食には欠かせません。また一般的に牛乳の賞味期限は14日程度と定められております。こうした中、学校給食の公立学校の学校給食に提供する牛乳は原則として当日の午前中に配送することとされており、学校からは毎日配送で所定の場所に納品されていると伺っております。一方で新潟県学校給食用牛乳供給事業実施方針では、効率的な配送方法及び空き容器の回収リサイクルの方法などを検討し、保護者負担軽減と保護者負担額の軽減を図るものとするとされております。物価高騰の中で保護者負担の軽減に向けて配送コストの縮減による牛乳の供給価格の引き下げにつながる牛乳の確実配送について市町村に働きかけていくべきと考えますが、所見を伺います。次に県政の諸課題についてお伺いいたします。日常が一瞬で吹き飛んだ元日の16時10分頃に発生した能登半島地震から間もなく2ヶ月を迎えます。被災された方に心からお見舞いを申し上げます。いつ起こるかわからない自然災害に対して改めて備えと訓練が重要であると痛感をいたしました。またこの地震でも実感したところではありますが、災害時において障害者や介護を受けている方をいかに迅速かつ的確に安全な場所に避難誘導することができるかは重要な問題であります。本人の意思で素早い行動ができる方ばかりではありません。また同行できる付き添いの方がいないケースも想定をされます。こうした要配慮者の避難に関し、能登半島地震においてどのような課題があったと認識をしているのか伺うとともに、その課題を踏まえ県としてどう対応していくのか知事の所見を伺います。本県は広い県土と長い海岸線を有し、また豪雪地帯もあり、人口は低平地に集中をしています。県民の生命と財産を守ることは行政の最大の使命でありますが、人口減少と高齢化により地域の防災力維持が懸念をされています。県内建設業の技術者と技能労働者は平成9年度の半数に減少しており、人員の確保や育成が急務となっております。国土強靭化と拠点性の向上に資する社会資本の維持と整備には地域建設業がまさに守り手であります。業界の働き方改革が進み、週休2日制の導入と本年4月には時間外労働時間の上限規制が適用となると予測されます。安全で美しいふるさとを次世代に残し、さらに進化をしていくには行政のリーダーシップと地元建設業者の協力が必要であります。本年元日に発生した能登半島地震において各地域で被災した道路の陥没や液状化現象への初動対応が組織的に機能したのは、地域を知り尽くした顔の見える地元建設業者との連携が
適切に図れていたからであると思います。地域を守り抜くためには建設業に関わる人材の確保と作業の生産性向上に向けた ICT 施工など新たな技術の活用が必要であり、県として支援を検討するべきと考えますが、知事のご所見を伺います。新潟港は1869年に開港し、西港と東港の港区で構成されております。東港から新潟駅はおよそ 22km、 車で約30分、新潟周辺都市へのアクセスが容易な環境であります。新潟東港は貨物専用港であり、コンテナ取扱量日本海側最大の港として整備がされてきたと承知をしております。国の物流改革新緊急パッケージにおいて、物流の2024年問題への有効な対策の一つとして考えられるモダルシフトは、新潟県の拠点性維持向上にも寄与するものと考えます。そこで新潟東港のオンドックレール構想の実現に向けたポートセールスや企業物流関係者の意向調査の状況と、新潟東港鉄道区間の約800メートル延伸についての今後の見通しについてお伺いします。またこの構想実現に向けて県としてこれからどのように取り組んでいくのか所見を伺います。次に、新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例では、基本理念として自らの安全は自らで守る、地域の安全は地域自ら守ることを掲げ、県市町村及び県民等の役割について総合理解の下で連携協力して、犯罪のない安全で安心な新潟県の実現に向けて力を合わせて取り組みを進めているものと承知をしております。近年の犯罪傾向としては、巧妙かつ大胆で低年齢層による事件が目立つように思います。令和5年5月、東京銀座の高級店に白昼堂々と強盗する事件がありました。映画の撮影と勘違いするくらいに現実としては受け入れがたく、 SNS などで著しく高額な報酬の支払いを示唆し、犯罪の実行者を募集するような掲載に対して、簡単に高収入を得ることができると思い応募し、犯罪に加担し逮捕された人もいます。また本年2月、東京都台東区の自宅で親から抗精神薬を飲まされ子どもが殺害された事件では、日常的なネグレクトも疑われています。地域住人や保育園の関係者、行政等が何か変だと気づいて、おかしいと感じて情報を共有し、早めの行動があれば尊い命が助かった可能性はあります。決して同じようなことが起きてはいけません。子供を大人が子どもを全力で守らなければいけません。こうした中、令和5年における12月末現在の刑法認知件数は8672件となり、前年比1239件増加となっています。刑法犯認知件数は、包括在所ごとに凶悪犯、粗暴犯、窃盗犯、知能犯、風俗犯、その他の刑法に犯に分かれております。令和5年はそのすべての在所で認知件数が増加し、全体としても21年ぶりに増加をしました。県警察としてこの結果についてどのように受け止めているかお伺いするとともに、今後の安心安全な新潟県民の暮らしを守るための具体策や方針対応についてお伺いいたします。最後の質問になります。本県の自転車ヘルメット着用率については、昨年の報道で全国ワースト1の結果を受けて、県としてもヘルメット着用率向上に向けさまざまな対応を取り組んでいると承知をしております。
民間の自転車販売店などでもヘルメットのラインナップは豊富となり、広報などにも力を入れていると、入れていることを目にします。本年は雪の影響も少なく、県民が移動手段として自転車を活用するにあたり、自転車ヘルメットの着用が高まっているように思います。令和5年4月施行の改正道路交通法で自転車ヘルメットの着用が努力義務となりましたが、本県の着用率が全国最低の 2.4% と報道されました。この自転車ヘルメット着用率ワースト1の返上に向けた取り組みについてお伺いをいたしまして、私の一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。花角知事。国会議員の一般質問にお答えいたします。まずはじめに、介護職員の人材確保についてでありますが、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、介護サービスを担う人材の確保が不可欠でありますが、議員ご指摘のとおり、介護職員の給与は他産業と比べて低い水準にとどまっております。このため介護職員の賃金改善を国に要望するとともに、キャリアアップに応じた昇給制度の整備に取り組む事業所を支援するなど、職員の処遇改善に取り組んできたところです。また働きやすい職場環境となるよう、介護ロボット等を活用した介護職員の業務負担軽減や資質向上の取り組みなどを進めてまいりました。引き続きさらなる賃金改善を国に求めていくとともに、新たに多様な働き方やワークライフバランスにつながる週休3日制の普及促進や、介護現場の生産性向上に取り組む事業所を対象とした相談窓口の設置に取り組み、人材確保に一層進めてまいりたいと思います。次に、健康立憲プロモーション事業のさらなる強化についてでありますが、議員のご指摘のとおり、近年生活習慣の改善が認知症予防につながることが数多く報告されており、本県でもさまざまな啓発を行っています。令和元年度に開始した健康立憲ヘルスプロモーションプロジェクトにおいては、県民の健康寿命の延伸を目指し、高齢者を含むすべての世代を対象に、市町村や関係団体と連携して生活習慣の改善のための環境づくりに取り組んでいるところです。このプロジェクトでは、これまで食生活、運動、デンタルケア、タバコ、早期発見、早期受診の5つのテーマを掲げて取り組みを進めてきておりますが、来年度は働く世代に向けて将来の認知症予防を含めた介護予防の観点か視点からも生活習慣の改善について啓発を行うなど、取り組みのさらなる強化を図ってまいります。次に、新潟のブランド力向上についてお答えをいたします。まず銀座新潟情報館ザ新潟の今後の運営方法についてでありますが、表参道新潟館ネスパスは平成9年の開館からこれまでの間に約1700万人の入館者が訪れ、コロナ前には年間販売額が6億円を超えていたところであり、議員のご指摘のとおり、銀座新潟情報館ザ新潟にはこれまでの経験を生かしつつ、首都圏における情報発信拠点としての役割をしっかりと果たしていくことが期待されているものと考えています。このため新たな拠点では国内外からの多くの来訪があり、国内有数の発信力を有する銀座での立地を最大限に活かし、新潟の多様で豊富な商品をその背景にあるストーリーと合わせて丁寧に伝えるとともに、訴求力の高いイベントを開催するなど、海外の方を含め
施設全体でこれまで以上に本県の魅力を発信してまいります。次に新潟おいしいもの総選挙で1位となった品目のブランド化の取り組みについてでありますが、総選挙は県民等が県推進ブランド品目の魅力を再認識し、自ら全国に情報を発信していただくことを目的として実施をし、3つの部門で新潟産枝豆、ルレクチェ、新潟和牛がそれぞれ1位を獲得したところであり、この結果をブランド化の取り組みに生かしていくことが重要と考えております。県といたしましては、新潟産枝豆については県民をはじめ県外の方々にも美味しさを実感してもらう取り組み、ルレクチェについてはギフトを想定した高級感の打ち出し、新潟和牛については県内の飲食店や観光施設などと連携した消費拡大キャンペーンの展開など、それぞれの品目の特性に応じて方向性を持ったプロモーションを効果的に実施しながらブランド化を推進してまいります。次に、より多くの方に本県に関心を持ってもらうための広報展開についてでありますが、昨今の情報伝達手段の多様化等に伴い情報量が急激に増加する中、本県の届けたい情報が他県との比較で埋没することなく、ターゲットに的確に伝わる広報を展開していくことが重要と考えています。議員ご指摘のとおり、本県への関心を促す攻める広報が効果的な場面もあると考えておりますが、いずれにいたしましても伝えたい内容やターゲット等に応じて最も効果的で効率的な手法を選択していくことが必要と認識しております。このため県では新たに広報アドバイザリー制度を導入することとしており、首都圏メディアとのネットワーク等を一層活用するなど、より多くの方に本県に関心を持ってもらえるための広報を効果的効率的に展開してまいります。次に、時や就航を契機とした北海道からの交流人口の拡大についてでありますが、新潟岡玉線の就航は県内だけでなく道内のさまざまなメディアを通じて発信されたところであり、こうした好機を捉え継続的に本県の観光情報を発信し交流人口の拡大につなげてまいります。就航時の道民アンケートによりますと、本県への旅行目的や訪問先としては食や温泉、佐渡などへの期待が高いことから、それらを前面に打ち出した発信に加えて路線のさらなる認知度向上などにも取り組んでまいります。なお、議員ご提案のアンテナショップの設置につきましては、今後首都圏の情報発信拠点がリニューアルオープンすることなどを踏まえ、その必要性を見極めてもらいたいと考えております。次に、伝統的工芸品への支援の強化についてでありますが、議員ご指摘のとおり本県は全国有数の伝統的工芸品の産地であり、近年ではその優れた技術を生かし機能性、デザイン性の高い商品も開発されるなど、ブランド力を高める取り組みも進んでいるところです。県といたしましては、商品開発への支援やバイヤー商兵による商談機会の提供、ホテル旅館等と連携したプロモーションに取り組んでまいりました。さらに、新年度には銀座新潟情報館ザ新潟や大阪関西万博の開催を見据えた販売促進に加え、東京都と連携した PR イベントを新たに実施するなど、伝統的工芸品に対する支援を強化することとしており、伝統的工芸品の一層の振興に取り組んでまいります。次に、県政の諸課題についてお答えをいたします。まず、災害時における要配慮者の避難の課題と今後の対応についてでありますが、今回の地震における要配慮者の避難に関して被災自治体に聞き取りを行ったところ、議員ご指摘のとおり要配慮者への声掛けや安否確認の実施、支援者の確保等に課題があったと認識しております。要配慮者の確実な避難のためには、市町村が個別避難計画を作成し避難の実効性を確保していくことが重要であることから、県といたしましては国のモデル事業の活用や配慮有料事例の共有など、要配慮者の円滑な避難体制の確保に向けて市町村の取り組みを引き続き支援してまいります。次に、建設業の人材確保と生産性向上に向けた支援についてでありますが、議員ご指摘のとおり災害対応など地域の安全安心の確保を担う建設業の人材確保と
限られた人材で効率的に業務を進めるための生産性向上は重要であると認識しております。このため県といたしましては、建設業が若者に選ばれる産業となるよう、業界団体が実施する人材確保の取り組みを支援するとともに、週休2日工事の導入など労働環境改善に向けた施策を推進しているところです。また現場の生産性向上につながる新たな技術の活用を後押しするため、 ICT 施工の経費に対する支援や ICT の活用促進に向けた研修等の取り組みを行っております。加えて新年度には、建設業の役割、魅力の情報発信など人材確保に向けた取り組みを強化するとともに、 ICT 施工のさらなる普及促進に取り組むこととしており、引き続き建設業が将来にわたりその役割を果たしていけるよう支援してまいります。太田総務部長。お答えをいたします。自転車ヘルメット着用率向上の取り組みについてでありますが、議員ご指摘のとおり、警察庁が昨年9月に公表した調査では、本件の着用率は全国最低の 2.4% であったことから、市町村や警察関係機関等と連携した啓発活動などヘルメットの着用促進に取り組んでいるところです。また新年度においては、メディアと連携した啓発キャンペーンの実施や、子育て世帯へのヘルメット購入助成を行う市町村への補助など、着用率の向上に向けて取り組みを強化してまいります。中村副商圏部長。お答えいたします。ケアハウス等の入居状況の周知についてでございますが、ケアハウス等は身体機能の低下により自立した生活を営むことについて不安があり、家族の援助を受けることが困難な高齢者を受け入れ、食事の提供等を行う施設ですが、一部の施設では介護サービスの提供も行われており、介護施設としての役割も果たしているものと認識しております。県では高齢者等への情報提供とケアハウス等の入居率の向上を図るため、毎月県内のケアハウス等の入居状況をホームページで公表しており、令和6年2月1日現在では全体の約 97% にあたる2275室が利用されているところです。委員ご指摘のとおり、今後介護が必要となる方の増加も見込まれることから、高齢者がそれぞれの状況に応じた支援やサービスが受けられるよう適切な情報提供を行うことが重要と考えており、ケアハウス等の入居状況の周知にあたっても、各施設ごとのサービス提供状況など、サービス提供情報など内容の充実を図ってまいりたいと考えております。金井産業労働部長。お答えいたします。新潟県伝統工芸品の今後の活用についてでありますが、伝統工芸品は長い歴史や風土に根ざした本県の大切な地域資源であり、広く国内外に発信していくとともに、県庁全部局で構成する県内発注・県内調達推進会議を通じて、県庁全体で活用推進を図ってまいりました。そうした取り組みにより、今年度には
G7 財務大臣中央銀行総裁会議において展示ブースを設け、本県の伝統工芸品のパンフレットを配布し PR したほか、政府主催夕食会の際には県指定の伝統工芸品である新潟県産打ち上げ花火によりおもてなしを行ったところです。また駐日外交団が参加するイベントや外国人宿泊客が多く滞在するホテル旅館等において伝統工芸品の魅力を積極的に PR してまいりました。今後は新たな首都圏情報発信拠点銀座新潟情報館ザ新潟や大阪・関西万博の開催を見据えた関西での販売促進に力を入れるとともに、職員に対しても産地イベントなどの開催や県庁での活用事例を広く紹介するなど、これまで以上に本県伝統工芸品の魅力の発信と活用促進に努めてまいります。野上観光文化スポーツ部長。お答えいたします。新潟駅などにおける観光情報に関する広報の打ち出しについてでありますが、議員ご指摘のとおり、本県へのゲートウェイである駅や空港などにおいて観光情報を発信することは県内周遊の促進などに重要であり、施設所有者や市町村などの協力を得ながら取り組んでいるところです。現在令和2年度に策定した新潟県観光立県推進行動計画に基づき、佐渡の金山をはじめスノーリゾート新潟や新潟ガストロノミーを打ち出した発信に努めているところです。本計画は令和6年度までが計画期間となっていることから、新年度の改定作業において有識者等から広くご意見を伺いつつ、幅広い年代に本県の強みを印象づける広報の打ち出しについて他県事例も参考に議論してまいります。太田交通政策局長。お答えをいたします。オンドックレール構想の実現に向けた今後の見通しや取り組み等についてでありますが、オンドックレールの事業化にあたっては事業採算性に必要な貨物量の確保が大きな課題であることから、現在近県の荷主や県内の大口荷主等を訪問し、貨物需要の掘り起こしを行っております。これまで訪問した群馬県や山形県の荷主の一部からは新潟肥後志向に興味を持っていただいており、継続的にアプローチを行っているところです。鉄道区間の延伸に向けてはその道筋が得られるよう、引き続き貨物の確保に取り組むとともに、鉄道施設の整備手法や財源などのさまざまな課題もあることから、国や JR 貨物等の関係機関とその解決に向けた検討をさらに進めてまいります。佐野教育長。4点についてお答えいたします。まず学校給食における国産食材の使用についてでありますが、本県の学校給食における国産食材の使用割合は令和4年度の調査では 89.0% であり、全国平均を 0.2 ポイント下回っていますが、令和3年度から 0.4 ポイント増えている状況であります。輸入食材についてはパンや麺で使用される小麦粉やエビ、アサリ等の魚介類であり、これらの食材を国産とするためには生産量や価格等の課題があると考えております。こうした中、第3次新潟県食育推進計画において児童生徒の心身の健全な発達や食育推進のため、学校給食における国産食材の使用について
県産地場産物とともに目標を設定しており、現状を踏まえ市町村と連携し、今後も国産食材を使用した学校給食に努めてまいります。次に栄養教諭についてでありますが、食物エネルギーアレルギーを有する児童生徒が増加しており、学校においては栄養教諭に任せるだけに任せるのではなく、学校全体で組織的な対応を確実に実施していくことが重要だと考えております。一方で栄養教諭の配置拡充が望まれるところであり、食に関する指導と学校給食をより一層充実させるため、栄養教諭等を各校1名の配置とするよう全国都道府県教育長協議会等を通じて引き続き国に要望してまいります。次に学校における食物アレルギー自己対応の体制整備についてでありますが、食物アレルギーはいつどこで誰が発症するかわからないものと捉え、職種にかかわらず適切に対応できるよう学校において管理職が中心となり、食物アレルギーに関する対応方針等を整備し、全教職員の共通理解のもと学校全体で取り組む体制が必要であると考えております。今年度県内の公立学校を対象に実態調査を行い、各学校において自己点検を行ったところですが、今後はより実践的な校内研修に取り組むよう管理職に対する研修等において働きかけてまいります。次に学校給食用牛乳の確実配送についてでありますが、国の学校給食衛生管理基準では生鮮食品は当日搬入を原則とし、当日搬入できない場合には冷蔵庫等で適切に温度管理することとされています。確実配送を行うためには学校で2日分の牛乳を保管できる保冷庫の設置とそのスペースの確保、人員など受け取り体制の整備等の課題があるものと認識をしております。配送コスト縮減による供給価格の引き下げにつなげるためには、区域全体で確実配送を実施する必要があるとともに、学校に設備等新たな負担が発生する場合もありますが、市町村教育委員会に対し協力できるところから検討いただけるよう働きかけてまいります。山田警察本部長。お答えいたします。刑法犯認知件数が21年ぶりに増加したことについての受け止めについてでありますが、新型コロナウイルス感染症による行動制限が解除されたことに伴い、人流が増加したことが一定程度影響したものとみており、感染拡大前の令和元年の水準まで戻りつつあるものと受け止めております。今後の対応等につきましては、県警察では街頭犯罪をはじめとする県民に不安を与える身近な犯罪の抑止に向け、制服警察官やパトカーによる街頭活動を強化するとともに、地域社会や関係機関団体との連携のもと、地域住民等による防犯ボランティア活動の積極的な支援を行うなど、県民の安全安心を確保するための取り組みを推進してまいります。小梶成也君の質問は終わりました。